えでございま,すえー、まあ皆さんあのいかがお過ごしかと思いますがえー、実はですね、えー、もう明日いよいよ待ちに待った m 1グランプリというものが始まりましてえー、まあこれはあの決勝に選ばれたコンビおよびトリオ が九、えー、組選ばれたというのと、あとはあの敗者復活の、えー、お笑いのコンビトリオまああのー、これらを今からまあ発表したいというふうに思っています。まああのー、知っている方も知っておられない方もまあたくさんいるかと思いますが、えー、まず、えー、M ワン決勝者、これはもう九組決まったんですが、えー、今年は えー、オズワルドさんニューヨークさんオイディアスコガさんマジカルラブリーさん東京ホテイソンさんアキナさん錦鯉さん、えー、そしてウエストランドさん見取り図さんとそして、えー、敗者復活の、えー、一組という、えーまあ、計でいうと、まあ、10組の、えー、お笑いの、えー、コンビが、えー、選ばれています。 るという、選ばれたというような形になります、はい、まあ本当にあの、まあ、毎年行われる賞、まあ、ーレースというわけでありますから、まあ、あの決勝がこれだけ決まると本当にまあどんなドラマが生まれるかわからないですが、まあ、昨年は、えーまあ、王者に輝いたのがまあミルクボーイさん、まあ、吉本興業所属ですけどあのミルクボーイさんというが、えー、見事その 審査員の得点、まあ、過去最高得点を記録したということで、えー、大変大きな話題になってそして優勝したという、まあ、ことになっていたんですが、えー、なんと今年はですね、まあ、あの去年に続いて決勝に出たコンビであったり初出場がたいまあ えー、まあ数組いてまあその中であの初出場がまあほとんどのコンビも出ていてまあ実はちょっと本当にもう異色なコンビばっかりのまあ本当決勝に去年行ってたコンビだったりまあ初あの,のコンビがであったり、まあ、過去にあのですねマジカルラブリーさんが3年前に M−1 の決勝に行っていたこともあって。 あのこれが3年ぶりの決勝になるんですねマジカルラブリーさんは。であの r ワ1グランプリに野田クリスタルさんという方が、えー、優勝してしまって、えー、そしてあのそれにつなぐような形で、えー、マジカルラブリーさんは、まあ、コンビ揃って、えー、決勝に進出したのとそしてあの昨年に続いてオズワルドさんニューヨークさん、えー、そして見取り図さんがえー この3組が、えー、昨年に続いて決勝に行っております、えーまあ、正直ちょっとニューヨークさん以外ちょっとオ,オズワルドさんとミトリウスさんちょっと何位だとかちょっと昨年は覚えていませんがニューヨークさんは確か昨年10位だったと思います決勝ではいで今回ちょっとこのピン芸人コンビという、えー、かなりちょっと異色な、えー、コンビが出てきておりますがそれがおいでやすこがさんですね、えー おいでやす小田さんとこがけんさんの、まあ、それ、あの名前、その、それらの名前合わせて、おいでやすこがさんという名前。になりました。はい。まあ、本当に、あのー、もう、こんな異色だな、まあ、初めて、その、コンビを。このコンビを知った時にも、本当、すごい異色だなっていうのも、感じまして。じあの、おいでやすさんなんか、もう本当に。R1 の、で、決勝の、まあ、常連客っていうこともあって。 えまあ残念ながらまあ来年からはおいでやすさん R1 はもう出れなくなってしまったという形になりますがまあもちろん古賀さんもそうですけど小賀源さんもはいっていう形ですはいまあオズワルドさんと見取り図さんも本当にあの昨年と同様でまあ本当にあのオズワルドさんもどっかの別のイベントであの M1 チャンピオンになりたいというふうなことをまあっ、まあ、キャラ的な形で言っていたと思いますが見取り図さんも えー、大阪の吉本に収録ですまあ多分おそらく大阪であの売れっ子ではあると思いますので、まあ、水戸ゆずさんも頑張ってほしいなというふうに思っています。まあ特にあの僕はあの特に僕はこれ今年あのブレイクしできそうなコンビといったら、まあ、あの特にあの、まあ、最年長コンビともいえる錦鯉、まあ、さんあのソニーミュージックアーティストから錦鯉、えー、さんが。 えー、初めて選ばれてまあ特にあの一番まあ年上と言われているのが長谷川さんですねあのボケの長谷川さんが、えー、49歳と、えー、最年長っていうことで、えー、しかもまあちょっと後輩の渡辺さんとコンビを組んでいるわけなんですけどまあ本当長谷川さんはまあみんなからもう下の名前で正則さんって呼ばれてもですがまああのそこは置いといてまあ本当錦鯉さんもあの 素晴らししいコンビでしたまチラッとあの YouTube とかのであの見拝見させていただきましたが本当に素晴らしいなっていうまあ、一言の一点張りでしたね、はいまあ、特にあの初出場のアキナさんどういうコンビだかちょっと僕もよくわからないですけどあのー、まあ本当にあアキナさんも多分どっかで名前を聞いた覚えはありますがまあ、あのー、本当に。 秋名さんも頑張ってほしいのとあと東京ホテイソンさんもこれも実はあの最年少のコンビで多分霜降りさんがもう2年前にあの最年少の王者になったっていうこともあってであのそれよりも一切上回あの下回る東京ホテイソンさんひょっとしたらあのこれ優勝すると最年少王者になるんじゃないかというふうに自分でも予測しています。 えーまあ、僕が初めて聞いた名前まあなんか、あのー、どっかの番組であの聞いたコンビ名なんですけどそれがウエストランドさんなんんですね、あのー、ウエストランドさんもあの井口さんって方がいたと思うんですけどそのお方が前歯が <laughs> 2列あるってちょっとなんか異例の歯並びだったんですねすごいだからそれを覚えててなんか前歯が2列あって正直奥歯で。 食べ物を噛んでいるとかそういうようなことをまあ番組でお話しされていたと思うんですがまあ今回あの彼らが、えー、初出場ということで「まあ、タイタン」という幕、まあ、門さんが、えー、所属する、えー、芸能事務所でありまして、まあ、芸人さんばっかですね「<laughs> タイタン」も。はいそして まあ今回はもちろんあの優勝者と、えー、その敗者復活コンビ、まあ僕は一応まあこれ予想してしまいますが、えーまあ、あの僕の予想で言いますと、まあ、あのまあ3組挙げさせていただきますこの決勝者の中ではいえー、まあやっぱりあの3位がえー ニューヨーヨクさんやっぱりニューヨークさんもあの昨年あの昨年の m 1で、えー、まあ著名度を一気に上げてそしてあのキングオブコント準優勝今年になったということがあってあのニューヨークさんも今もうテレビでもちょくちょく、えー、出させてもらっているってこともあって、まあ、ニューヨークさんが、えー、3位で、まあ、優勝してほしいなっていうこともあります。まあ、やっぱりあのこの昨日見たあの 昨日かの帰りに見たあの鬼越さんの鬼越トマホークさんのチャンネルであのニューヨーク勝ってほしいというようなこともえー、まあ鬼越さんが言っておりましたえ、えー、で2位がえー、っとまあやっぱり正直に言いますとやっぱり M1 チャンピオンになりたいと言っているオーズワードさんですねまあちょっとオーズワードさんもあのまあ今日、えー、YouTube の方であの、まあ、M1 のチャンネルで ネタをちょっと見させていただきましたが、まあ、特に,あの女,優のおにあの女優の兄が <laughs> いるというコンビで、えー、広く知られているオズワルドさんですが、まあ、特にあの伊藤沙莉さんの、えー、お兄さんである伊藤俊介さんって方が、えー、大いにリスペクトされているということも、まあ、考えられています。やっぱりあの女優ののお兄さんのいるコンビ が優勝してしててほいいっていう一点張りです僕の中でははいとにかくこれはオズワルドさんが2位で、えー、第1位で言いますとやっぱりあの、まあ、ベテラン感がすごくあってもう本当にもう実力で本当にもう特殊な漫才をしている錦鯉さん。まあ、やっぱりこれは錦鯉さんはもう今年は絶対ブレイクするだろう、まあ、ブレイク間違いなしだっていうようなことを、まあ、やっぱりあの。 噂されていますがやっぱり錦鯉さんはまあ優勝してほしいなというふうに僕は思いますね。そしてあのさらにあの最後になりましたが、えー、敗者復活の、えー、コンビおよびトリオやっぱりあの僕はもう一番、まあ、リスペクトされる、まあ、この決勝者の中とは言いませんが、まあ、あの先ほどは昨年あの、えー、m 1 3位になったペコパさんが、えー 敗者復活をしてほしいなというふうに僕は思っていますやっぱりあのぺこぱさんやっぱり3位になってあの観客を唸らせたことによって大きく話題になって大ブレイクしたコンビでありますので本当にあのぺこぱさんには敗者復活に来てほしいですねはいまあ、決勝に来てあの爪痕をそこで残してほしいなというふうに僕は思っておりますはい。 えー、以上になります、あのー、皆さん、明日の m 1グランプリ、すごく、まあ、楽しみな方もいますが、まあ、僕もちょっとひょっとしたら見るかも分かりませんが、えー、幸運、まあ、誰が優勝するか、えー、幸運を祈りましょう。それでは、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、動画はこれで消え上げたいと思います以上です。